競馬に携わってる人はね、ダービーっていう言葉でね、全てが現れるようなもんですからね、調教師にはなってみたいなと思います。国の先生に、国枝厩舎にダービーの称号を届けたい。できてるかなっていうところなんで、川田君に乗ってもらって馬の雰囲気とかね、修正点とかそういうところを見てもらおうかなと思ってやりました。乗りやすい馬ですし、うまく折り合っていけば直線いい足を使えるんじゃないかなと思います。川田君なんでね、運も支給してくれるんじゃないかなと思います。この競馬に関わる全てのホースマンにとって一番大事なレースっていうのがダービーだと思ってますので、その舞台に今年もこれだけ素晴らしい馬と共に参加できることをありがたく思っています。